側の方やな。で、手術はこう、まあ、そうで、腰落として、で、こっちに行ったら、調整もして、調整も、この正面入って、そう。そんなら、俺の動きに止められたら、こっちの動きやったっけ？前回すからこうフロントターン。今からやる練習は、最初、コーチは、ディフェンスの人も、こっち右手こう出して、こっちに行かす、こうついてます。で、守る範囲は、こっちの黄色い線から、ここの青い線まで。いいですか？青い線まで。な。で、ドリブルの人も練習、守る人も練習です。で、ドリブルの人は何を練習するかって言ったら、最初は、今言った、ドリブルしていって、カバーの手しっかり出す。抑えられたらいけないな、ここ、サイドライン。いけないから、前で、よいしょ、反対に持ち替えて、こっち。抑えられたら、ターンして。抑えられたら、落ち着いて、横に返して。これで進んでいきます。だから、その定員と、この距離を。俊介、前も見てみ。ボール見ながら、前、もや、背中の向こう側へ。相手の背中の向こう側、ゴール方向。を見ながらバンバンバン強く強くカバー。センタロカバーせな取られるって俺のものボールは俺のものえいカバー。お、ナイスカバーかなた。持ったら、直す。